こんにちは、マルと申します。今回はですね、日本で比較的新しい言葉であるブラック企業という言葉と日本での労働について、お話ししていきたいと思います。ブラック企業はですね、労働者を過剰に酷使する会社のことです。で、特にですね、その被害者は非正規雇用の人が多くて、あまりに過酷な労働環境のために心を病んでしまったりとか、体を壊してしまったりとかする人もいます。で、中にはですね、あまりの過酷な労働でですね、仕事が原因で亡くなってしまう過労死ということが起きるということもあります。日本人は仕事を非常に重要だと考えて、家庭や趣味よりも自分の仕事を優先する人が多いんですね。それで日本人の労働時間はですね、実際普通の先進国よりも長いというふうに言われています。まあ、確かに労働時間は長いんですが、実は仕事の効率はあまり良くないというふうなデータも残っていてですね、最近では働き方改革という言葉が流行しています。これはですね、労働時間を短くして仕事の効率を上げるという目的があります。以前はですね、体を壊してでも会社に尽くすのがかっこいいという考え方があったんですが、最近ではですね、自身の私生活と仕事のバランスを優先するというふうな考え方がですね、浸透していっています。この流れでブラック企業がですね、なくなっていただけると嬉しいんですけどね。で、今回はですね、少し短くなりましたが、このくらいにしたいと思います。次回はですね、日本の受験についてお話ししていきたいと思います。まあ、日本の労働者もですね、皆さん大変なんですが、実は子どももですね、かなり大変な目に遭っている方がいっぱいいらっしゃいます。で、実際私もですね、まあ、受験を乗り越えてきてまして、まあ、それに関を含めてですね、ちょっとお話しできたらなと思います。では最後にですね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。